やっぱり運命の巡り合わせっていう感じなのかな。働いてる社員の直接の話を聞きたいって社長に直談判したでしょ？そうですね。なんてやつだと思ったけど それで、いい会社な気がするけど、中で働いてる人は本当にいい会社なのかどうかみたいなのをお話伺いませんかみたいな感じで飲み会セッティングして、そこで初めて会ったんだよね。そうですね。で、めでたく入社したわけですね。そうです、そうです。で、入社してどうでした？いや、入社して1年目は本当ボロボロで、本当に使えねえやつだなっていう感じだったと思うんですよ。そうなの？そうです、そうそうなんです。だ。本当に働いた経験がもうないから、本当に学生気分で働いてたっていうのが正直なところで、まあ好きなことだから楽しく働けるはずなのに、なんか自分のプライベートとのバランスも取れないし、よさこいやってたもんそうね。なんですよ。そこへやってて、夏はもう定時でスパッて帰るんですよ。冬ちょっとふっくらするじゃん。そうっすね。ふっくらするじゃん。で、夏めちゃめちゃ鍛えてソリッドになるじゃん。そうなんか、んです。岩城さんが痩せ始めると、もうそんなシーズンかみたいなね。だから絶対帰りたいんだけど、1年目だからそんなに効率よく仕事もできないくせに、自分の仕事も終わってないくせに帰ってたりしたから、もうダメだったんですね。そういうもんですよ、新入社員ってね。まあね。で、何年ビクセン働いたんだっけ？5年弱ぐらい働きましたね。なんか仕事面白いなって思い始めたのは何年ぐらいから？いや、もう2年目からは、すっごいなんか面白くて、仕事も、まあ1年やったんで、バランスの取り方もなんとなく分かったんですよね。で、こういう時は、こうすればいいんだ。早く帰りたかったら、仕事を早くやればいいし、で、やり方とかも一通りやったので、もう2年目以降は、すごい楽しくなって、ね、1年目の最後の方に、CP プラスってあるじゃないですか。あるね。2月に。で、CP プラスの、ブースを作ると。で、私1年目です。CP プラス行ったこともありません。なのに、ブースをお前がやれって言われたんですよ。作るのに何百万とかかかるじゃないですか。で、その予算を全部私に投げて、いや、できるから、ブース作れって言われて。で、って思ながらも、それを作ったんです。自分のやりたいようにやらせてくれたんですよ。で、今まではなんか、いかにも硬い、なんか難しそうな、望遠鏡なんかよくわかんないみたいな、ブースが主だったと思うんですけど、まあ、それを否定してるわけじゃなくて、なんか私がやりたかったのは、もうちょっと親しみやすい、空ガールとかもあったし、女性が入りやすいブースにしたいなっていうのがあったので、みんな遊べるかなと思って入ってきてくれるんじゃないかとか、そういうのを提案してたら、それがもう採用されて、自分が思ってたものが形になったっていうのが。いやー、でもまさにそれね、会社が求めてたことだったと思うんだよね。天文業界って言い方、ひっくるめるたい言い方するとさ、やっぱカジュアルな人とヘビーな人の差が結構あって、まあどの業界も同じなのかもしれないけど、カジュアルに入ってきたいけど、このヘビーにやってる人たちがすごすぎて、で、なんかちょっと尻込んじゃうっていうかさ、なんかそういう入りにくいなみたいな状況だったのを変えたいなっていうのを多分当時のビッグセンは本当思ってたんだよね。それのきっかけになるのが多分切り口が空ガールだったと思うんだけど、やろうと思ってもやっぱみんなおっさんだから そんなこおっとさないんでだしから、しかもなんかカジュアル化がどうしていいか分かんなかったんだよね。そういう人たちが集まった職場だとは思うので。だからそこにやっぱり、なんていうか、新しい風を吹かせてくれたっていう感じなのかな、今話聞いて思ってて。功績でかいよね。いや、もうだから本当に何も分かんない、いや、てっぺんの功1績で年かいよ、ほんと。なんか、こ そうれ、ですかこのね。動画見てる人には伝わると思うけど、当事者が作るとそうなったっていう話だけだと思うんだけどさ。功績でかいよ。だってそっからだってみんな、ビクさんあんなことやってるってなってさ、結構いろいろやり始めたじゃん、いろんなところが。ついそうてでくるすようになったじね。ゃん。その時、まだ偶像的だったっていうかさ、なんとなく空がある星好きな女子いるらしいぜ、みたいな。そういうふわっとした感覚があって、星好きってどこまでが星好きなの？みたいなね。そう望です遠鏡を買ったら空があるなんですか？双眼鏡持ってたら空があるなんですか？なんとなく星座の名前知らないとかも知らないけど、知識ゼロだけど、星好きだったら空があるなんですか？みたいなさ。そういうなんか、線引きが全くない中で、バシバシ決めてったわけじゃん、いろいろさ。なんかライフスタイルですよね、もう。なんか何を持ってるといいか。話出てきたぞ。ライフスタイルね。ライフスタイルじゃないですか。
なんか別に星占いとかが好きでも、うんうん、なんかそっから入り口になることもあるし、うんうんうん、多分男性とか女性とか関係なく、私って星好きって言っていいんだろうかみたいな、うん、初心者の人はあると思うんですよ、ディープな世界ほど。うん、そうだね、あるね。けどなんか、いや、それはただそこにディープな世界があるっていうだけで、うん、なんかライフスタイルで自分の暮らし方とか考え方とかで、私は空があるって言えばそれでいいカジュアルだねカジュアルだね。そうそう、そういう意味だね、やっぱり、ね、なんか空があるっていう存在そのものがね、岩城さんだったんだよ当時は。やっぱり、あ、 そ、 うね、そっからスタートしてるから、まあ自分だと思うんですよね、空があるイコール岩城さんっていうのは今も変わらない。ありがたいことですね、うん、そのまま活動されてるってことですよでその空があるっていうのがなんとなく確立したおかげで、あの本当に増えたじゃん。あ、そうですね、こんなにいるんだって、なんか潜在的に星好きの人いるんだみたいな感じに思ったし、うん、なんかバイト、アルバイトでさ、イベントスタッフでアルバイトとか雇った時も結構星好き女子来たじゃん。あ、ね、それこそ朝霧ジャムの時とかもさ、うんうん、確かに来てくれたりしたじゃない。だから本当にいるんだなって思ったんだよな。まだ星のソムリエやってた時って会社にいたよね、まだね。ちょうど私が辞めたぐらいで、うん、ビクセンさんのコースが始まったと思います。あ、そうなんだ、はい、あれでも今星のコムリエ、コムリエって星のソムリエ講座やってるじゃん。やってます。それってなんか、はい、あれってなんかその認定する資格とかあるでしょ、はい、それってどうしてたの。それはあの私が依頼を、していただいたのが、うん、始めた山形大学の柴田先生が、はいはい、うんうん、たまたまその高知県の大川村っていうところがあるんですけど、うんうんうん、そこの方が星のソムリエを知ってて、でやりたいって言って模擬講座、本当に資格を与える講座じゃないんだけど一回やってみましょうみたいな講座を、うんうん、あのやられていて、何年か前に高知に実際に来てくれてたんですよ。一回その模擬講座もやりました、でも実際どうするんだ、うん、ってなった時に、あ、高知だったら岩城がいるから、なるほど、一回会ってみてください。すごいな、うん、で繋いでくれて、はいはい、で柴田先生と実際に高知の、まあ、市内でお会いしてお話聞いて、じゃあ来年実際の認定受けた資格の出せる講座を作りましょうってなったんです。その時は、うん、私会社を辞めて、まあ、すぐのタイミングでビクセンさんがやり始めて3回目とかのやつを、うん、私3期生なんですけど、はいはい、それを受けに行った後かなと思います。なるほど、そういう時系列なんだ。そうです、そうです。持ってるね結婚を機にビクセン辞めて、はい、そっから独立になるわけじゃないですか。そうですね。なんだっけ、ソラシロです。ソラシロ、あれソラシロの前にもう一個なかった。あ、その前はスターウォッチングデザイン。あ、スターウォッチングデザイン、あー、ネーミングセンスがいいねネーミングセンスがいいね、まあ、自分でそのイベントプロデューサー、星空イベントプロデューサーの道を歩み始めたわけですよね、うん、そうですね。それなんかやっぱ、結婚を機にさ、やっぱね、子供もできるから、まあ、家庭で収まってしまう女性とかやっぱり多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういう方ももしかしたら見てるかもしれないですけどね、はい、でそこで、やっぱりそういうことを始めたいなと思ったのは最初からやろうと思ったの、それとも生活していくうちにやっぱりストレス溜まって、あ、なんか自分のやりたいことをやんなきゃダメだみたいになったのか。ビクセンを辞めるってなった時点で何の根拠もないけど、まあできるだろうみたいなバックパッカーのノリだね。そうですね、うん、まあやってみて多分できるだろうっていう謎の自信があって、うん、はいはい、高知っていう土地柄も結構助けてくれた部分があって、ハチキンって言われてるんですよ、高知の女性って。ハチキン、ハチキンっていうのは本当に男性にあの負けないぐらいパワフルで、うん、行動的でアクティブな、そういう女性のことを言うんですけど、まあ、結構そういう人が多くて、高知はこう田舎ですけど、こう管理職についてる女性の数が多いんですよね。多分東京に次いで多いぐらいじゃないかなと思うんですよ。あ、そうなんだ。だからその自立してる女性っていうのも多くって、うんうん、で女性だから何もできないとかっていうこともないし、起業して自分でやりたいことやるみたいな風土が、うんうん、多分あるんですよ。あ、そうなんだ、はい、いい土地じゃないですか。そうなんですよ、もう多分ランマンのね、アヤとか見てたら分かると思う。ああいう感じで、分かる分かる。
まあ、周りにいる人が結構そういうちゃんと趣味を持ってるとか、うん、ちゃんとやりたいことがあるっていう人が多いんですよね、うんうん、いや私はもうなんか引きこもって何もしませんみたいな人とかは あんまりいなくて、うん、そういうロールモデルみたいなのを見てるから、うん、あじゃあきっと私にもできるわみたいな、うん、そういう気持ちにはなれたかなと。あ、うん、そうなのね。でも最初からうまくいくってこともないよね。最初結構苦労したでしょ。って全然うまくいってない。だってそもそもさ、高知にそういう星空のイベントのプロデュースしてる人なんていないでしょ。いないですね。初でしょ、はい、だからそうですね、一から仕事作っていった感じやん。そうですそうです。大体みんなあのなんていうんですかね、天文台とかで、うん、う見せてるグループとかはあるけど、そうだね、うん、まあ、それをイベント化している人っていうのはいないし。あ、そうだよね、うん、でもそこでなんかイベント化して、まあなんていう、仕事にしようっていう考えになれるのはやっぱビクセンで働いてたおかげだよね。まあそうなんですよ。ビクセンがやっぱりそういうのをやり始めたっていうか。ビクセンは星で、うん、まあみんな生きてるじゃないですか、うんうん、食べてるから、じゃあそういう人がいるから絶対需要はあるし、うん、まあ、できるっていう、これまた謎の自信があってうん、うん、っていう感じですよね。だいぶ変わってきた気するけど、うん、その観測会とか星を見せるイベントって基本的にはボランティアで、うんうん、まあ、好きな人が好きだからやってるみたいな感じだよね。でそこでなんだろう、そのイベントとしてのクオリティとかって求められなかった世界だったと思うんだけど、まあ、そこにそういう要素を多分取り入れようとしたんだよね、うん、ソラガールの登場とともにビクセンがそういうの多分、はいはい、まあ、鈴木さんと社長なのかな、やろうとしたと思うんだけど、だからそういうバックボーンがあるからこそ自分も今会社辞めてこうやって今写真家として活動してて思うよね、うん、そのあの時にそういうのをもう根ざして下地を作ってくれてるから、そういうイベントやっていただけませんかみたいな話もたまに来るし、まあ、写真撮ってください、もちろんそうだけど、星っていう資源を生かして、もしくはそれを取り入れて人を呼びたいんだっていうのがさ、うん、いやそう、まさにその通りで、もうやってるから、うん、もうイベントも作ったことあるし、人も連れてきたことあるし、うん、お客さんをもてなしたことあるからもうできるっていう。そうだよね、はい、ノウハウ完全にしてたもんね俺らね経験済みだもんね、はい、うん、まあ元々その高知っていうこの土地の中でやっぱ泊まるところが少なかったりするんですよ、うん、宿泊施設とか、うん、でもその代わりキャンプ場とかいっぱいあったりするんですよね。うん、でキャンプも流行ってるし今、なんかそういう中でじゃあ夜ステイしてもらうにはどうしたらいいかみたいなのとかは求められているし、うん、新たな資源の開発というかね、夜遊ぶところがないところもいっぱいあるので、うん、まあ、じゃあそこで星をエンターテインメントにすれば、はい、うん、じゃあ夜簡単な話だよね。そう、なんか、うん、遊んでくれてお金も落としてくれて、でお酒も飲もうかっていう話になったり。そうだね、なんか作る必要ないもんね、もうむしろそのまま維持してもらえば星見ますから綺麗ですからっていう感じじゃん。そうですね、こんな手っ取り早い話じゃないもんね、はい、うん、街灯もつけなくていいんで。そうだね、街灯もいらないもんね、はい、でもまあちょっとその時期の苦労話とかなんかある？やり始めて、うん、こう妊娠出産みたいなことが、まあ、最初の頃にあって、うん、で2018年に私出産してるんですけど、2019年出産してもう半年ぐらい経った時に最初のお仕事っていうかがいただけたんですよ。何の仕事？それはですね、牧野植物園っていう、おう、はい、ランマンの牧野さんのモデルになったところなんですけど、はいはい、桜の宵っていうイベントがあったんですよ、うんうん、それは桜を見て、まあ、夜桜ですよね、うん、それをライトアップしたものをこう楽しみましょうっていうイベントなんですけど、まあ、そこに営業に行って、あ、ちゃんとそういうのやってたんだ。あ、そうです、偉いな、仕事取りに行ってたんだ最初その無料でやってるっていうところが苦労かもしれないですね。いやもう無料でいいんで、予算とか今から組み込むなんて無理だし、もう何にも言わないんで、とりあえずやらせてくださいって言って、その時とりあえず自分の価値をこう、はい、見てもらうと。妊娠中だったから、うん、妊娠中だったのねよくやるね、妊娠中に営業行ったんだ。妊娠中に、だから2018年の3月かなに営業に行って、で妊娠中だけどまあやって、で秋頃
になって、うんうんうん、夏に出産して秋頃になって、はいはい、いや実は夜間開園が始まるんでってなって、そこでじゃあそこで蒔いた種が回収できたっていう感じかなと思います。なるほどね。大変だったね。いや大変ですね、うん、いやそれこそ地方でやるって大変だなって思って俺だって留萌じゃん出身、うん、で北海道の留萌市で同じことやれって言ったらなかなか難しいなって思うもん。その文化っていうかさ、その人たちの考えもあるから、いや今更そんな面倒くさいこと言われてもってあるしさ、でこう何回も定期的にやってるイベントほどやっぱり前回の踏襲してで人も入れ替わってさ、うん、で当時こう発足した時の、なんだろう、面白い考えをやってた人がいなくなったりすると、やっぱ形骸化するというかさ、そうですね、なるでしょ。そういう状況ってやっぱ起こりやすいのが俺地方だと思ってるんだよねだからいや頑張ったね、よくやって。いや多分ね、あの木原さんとかがさ、やっぱり岩城さんすごいなって思ってるのは多分そういうところだと思うんだよねいや別に何もすごくないんですよ、運がいいだけなんです。木原さんも一時期さ、その独立して、うんうん、やってた時期があったじゃん。今は日本旅行に活動してんだけど、その独立した時に多分ね、その岩城さんの影は追ってたと思うよいや、ありがたいですね。多分いい意味でもプレッシャーで目標にもなってたんじゃないかなと思うから、うんうんうん、あの子も頭いいからね、すごい優秀な子だから、ほんと優秀で、そういう指針になったと思いますよ。でそれで俺にも仕事くれたじゃん。いやもうそれはうまくつながったなと思います。いやほんとね、うん、あの天狗、そう今星降るビレッジ天狗っていう、はい、まあ、宿泊施設があって、そこがそのリニューアルオープンするに従ってその PR 用の動画があった方がいいんじゃないですかって彼女が提案してくれたんですよ。でそれでいい人取れいますよっていうことで私を紹介していただいて、あれ独立した年だよな、あれな、多分結構、ね、はい、前なんで、で高知で撮影させてもらえるのみたいな感じだったんだけど、ちゃんと報酬もいただけたじゃない。ありがとうございます、うん、交渉してくれたんですよ交渉してくれたんですよね。でそれで今回のワークショップにもつながってるから、そうですね、いや、うん、ありがたいですね。なんかいやこっちのセリフだよまさか後輩から仕事をもらうことになるとはねっていう、いやいや、もうなんかね、頼れる人をみんな頼って、私もコーチ好きだから、うん、PR できるんだったらじゃあこの人ぜひ呼んで撮ってもらいましょうよっていうのを、もう何も考えずに言ってるんですよ、うん、担当者の方に、はいはい。でも当時俺って本出してはりはしてたけど、あまり写真家としての社会的地位ってそんなに、うん、なかったような気がするし、やっぱ YouTube やり始めたけど、まだあの時ってチャンネル登録者1万人なかったから、もうすぐ1万人って言ってましたもんね。もうすぐ1万人って言ってたよ。だからそんな中でちゃんと仕事として取ってもらえたのは多分岩城さんが頑張ってくれたからなと思うし、自分が失敗したら岩城さんの顔も潰すことになるから結構ねプレッシャーだったの俺、ちゃんと取んなきゃいけないなと思って、めっちゃ大変な思いして高知まで来ていただいて片道12時間だからね Vlog とか残ってると思うんですけど、残ってるとかちょっと貼っとこうか、パンクしたみたいなそうだね、パンクしたりとか、あと実際の動画もちょっと見ていただきたいなと思いますけど、はい、いや本当あの時はねありがとうございましたと。いや、改めて言いたい。うん。こちらこそ、ありがとうございます。天狗層の人とのこうなんか連携とかもさ、すげえスムーズでびっくりしたもん。本当ですか。あ、なんかこのぐらいの金額でしょ。あ、いいよいいよみたいなのとかさ。まあ予算もあったからだと思うけど、はい、なんか岩城さんがお願いするから岩城さんの紹介する人から多分間違いないでしょみたいな空気感じましたよ私。いやもうね、うん、運だけで生きてるところもあるんですけど、そんなことないでしょ。運がいいんですよ、タイミングとかも。引き寄せるんだよそういう人引き寄せるんだよ持ってるんだよそうですかね。うん、あのその天狗高原のタイムラプス撮ってもらった時期があれコロナ期間中だったじゃない、はい、でそのコロナ期間中ってやっぱ苦労したでしょ。どんな感じだったの。いやなんかやっぱりリアルイベントの開催ができないっていうのがやっぱありますよね、うん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 、それまで私あのリアルな体験を売りにしてたんですよ。星の魅力って、うん、まあ、写真とか映像でももちろん伝わるんですけど、うん、やっぱ多分映像クリエイターでも感じてると思うんですけど、映像はすごいんだけどでも実際見たものにはかなわないよねっていうところがあると思うんですよ、ね、うん、もうあの今年の4月のね、うん、あのオーストラリアの皆既日食でもう完全にそれ味わったね人間の目に勝るものはないね
もうめちゃくちゃいいカメラじゃないですか、目って。そう。で、それだし、なんか周りとの、やったー、お疲れ様でしたみたいな空気とか、なんか、そういうのが私大好きなんですよね。うんうんうん、だから、そのリアルイベントっていうのを売りにしてたけど、でもなんか、コロナになっちゃって、で、私自身も小さい子供を抱えながら、夜外に出れないっていう悩みも同時に抱えてて、じゃあもう何もできないじゃんってなりましたね。そうだよね。うん。ライブ配信やってたよね。そうですね。皆既月食。はい。皆既月食が、5月、ある年の5月にありましたよね。うんうんうん、で、それも、桂浜に行って、うん、あ、桂浜、はい、あ、今だもう場所が分かる。分かります、場所が分かる、今だ。月の名所は桂浜っていう。はいはいはい。はい、で、リアルのお客様を集めてイベントするっていうのも、うんうん、企画してたんだけど、それもなしになって、うんうん、じゃあでも配信はしようってなったんですよね。で、YouTube で生配信して、うん、で、なんかちゃんと望遠鏡にカメラもつけて、それ用の機材も確か買ったんですよ、成沢さんに紹介してもらって。そうだそうだそうだ、そうそうそう、言ってた。あー、あったあったあった。10万ぐらいかけて、うんうんうん、あったね、そう、買ってたね。それもコロナになったから、うん、じゃあなんかカメラを通して、まあ、リアル体験って言ってても始まんないから、じゃあなんか今できることをしようと思って、それをまあ買って購入して、うん、まあ、それ曇って何も見えなかった。曇ったね。ね、時代の流れが配信とかの方に行ったから、やっぱみんなそこに、それができない人ってやっぱ辛そうだったよね。そうですね、うん、やったことが大事だった時期な気がするんだよね、うん、結果的にそのクオリティとかそういうのはもう二の次で、うん、とにかく何かやらないとみたいな、で、何かできることはないか、 それしかないんだったらやりましょうみたいな時期だったと思うから、辛かったよな、あれな。でもあれをやったことで、なんか配信ってできるんだっていうのも分かったし、うん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 、コロナになって、まあ、オンライン化するよねっていう流れがバーってきたから、で、自分自身もその子供がいて外に出れないけど、うん、東京でやってるセミナーとかを受けられたりとか、あ、いいこともたくさんあって、で、そのいいことの方を使えばいいじゃんっていう講座とかも、望遠鏡の使い方講座とかも、実際は そこにいないとできないけど、もういろんな手段を使いまくってオンライン化しちゃったりとか、うんうんうん、で、それもじゃあできないけど、もう講座開催したいんですって言われたら、じゃあもう私やりますって、それをそういう技術とかもいろいろめちゃくちゃ調べまくって、うんうん、こうやればできるんじゃないかみたいなことを、まあ、開拓してった時期なのかなって思います、うんうん、そうだね、なんか打たれ強くなった感じはするんだよな、あの時期で、うん、岩城さんってさ、ちょっと話戻るみたいな感じなんだけどさ、俺すごくよく覚えてるのがさ、あの入社して岩城さんが入社して間もない頃の最初の朝霧ジャムだと思うんだけど、あれ多分一緒にスタッフで行ってんだよね。あ、行きましたよね。で、それで、まあ、官房会終わった後なのかやる前なのか分かんないけど、ちょっとフリーな時間があって、うんうん、で、なんかちょっと音楽かかってる、なんかバー的なところがやって、はい、そこに確かね2人で行ってんだよ、はいはい、で、そしたらさ、あのこっちはもう先輩だからさ、もうなんかいろいろちょっとリードしてやらないとみたいな感じにさいるわけさ。そしたらさ、なんかさ、その辺のなんか飲み会やってる人たちにさ混ざってさ、ウェーとかなんかゲームとかやり始めたの覚えてる？すごい、いや、すごい奔放だったんで、仕事中に何やってんだよお前って思ったんだけど、でも今フリータイムだしなとか思って。フリータイムでしたよ、ちゃんと。すごいなんか人と触れ合うのが好きなんだなってあの時思った。いや、そうですね、うん、ウェーってなんかすごいなんか何その外国人のノリみたいな感じでスッと入ってたんだね。俺それできねえと思ってだけど、はい、だからコロナはそういう岩城さんだから本当辛い時期だったんだなと思うし、あ、その頃に TikTok でも始めてるの？いや、それは もっともっと後なんだ。なん、今インスタもやってんでしょ？インスタ、はい、インスタもやってます。インスタいくつかやってんの？インスタは2つやってます。2つやってんのちょっと貼っといていいじゃん、はい、TikTok も結構頑張って動画制作したもんね。ちゃんと作ってんなっていう印象が本当あって、嬉しい、ありがとうございます。すごいなと思ってさ、なんか従来だったらチラシとかお金をかけて作る広報みたいなのあると思うんですけど、うん、なんか今そうじゃないなっていうのを本当に、ね、本当に感じてて、ね、でも私もなんか全然できてるわけじゃないんだけど、じゃあなんか、いや、そんなんできないからやりませんとかじゃなくて、 やるのが楽しいからとりあえずやってみて、まあ、完璧じゃないけど
まあ、やってる人の方が勝ちだよなっていう考え方なんですよ、うん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 、あの動画とかはもっといろんな人見てほしいと個人的には思うもんな、はい、そうですね、うん、やっぱ子供とかね、うん、楽しんで見れるような内容になってるから、そこはじゃあ考えてんだからね、ほんとね、そう言われたらまた頑張るしかないんで頑張ります。最初結構 TikTok アレルギーあったんですよ。わかる、俺まだあるかも俺、うん、こんなん若者が見るやつやんみたいな、うんうん、やってみんとわからんかなと思って、うんうん、とりあえずやってみました。あ、うん、今やってる活動をちょっとさらっと言ってもらっていいじゃん。はい、今は、うん、星空とか宇宙天文に関する、うん、まあ、イベントを作るっていうことを相変わらずしていて、うんうんうん、まあ、例えば子供さんとか親子向けに何か工作教室をして、で夜は星を見てみましょうっていうイベント、まあ結構スタンダードな感じのイベントですねっていうのを作っていたりとか、うん、あとはその昼間できるワークで何かこう、まあ、星見て綺麗だなで終わりにはならないように持って帰れる気づきを持って帰れるあのワークっていうのを常に開発し、うん、あの曇った時対策にもなるわけですね。そうですそうです。だから晴れないからこそリスク、なんかこうそういう星のイベントやりたいなって思ってる、うん、方がいらっしゃったとしても、やっぱり曇るのが怖くて、はい、やらないっていうのはいると思うんだよ。でもそういう曇った時の対策もちゃんとしてるよってことだよね、はい、そうです。なんか中止にしたらもったいないじゃないですか、うん、自分の準備時間とかも抑えてる時間ももったいないので、もう絶対そうならないようにプラン B を用意してる。でもずっとその同じネタをこすってたらダメだから、うん、新しいネタを常に考えてる感じです、うんうんうん、でそういう開発にも時間使ってるし、そこ大事だよね。でもなんかさ、子供ってさ、例えばあのこの日星空観察会やりますよって、はい、親もそう言うじゃん。で子供めっちゃ楽しみじゃん、うん、もう天気とか関係ないからね。でも曇ってで見れなくても行きたいとかなるから、そうですで行った時にちゃんとね受け皿がありますよっていうのはとても大事なので、うんうん、あの彼女に仕事をお願いします見てるから、はい、あとはあとはあのそういう自分で教えに行くっていうのの傍ら、うん、自分一人じゃ広がっていかないので、なんだろう、こう自分と同じようにその指導できる人とか、うん、そのエンターテインメントとかホスピタリティみたいなのを理解して、ちゃんとそのイベントを実際にやってくれるファシリテーターというか、うん、案内できる人とかっていうのを、まあ、育てたいっていう気持ちに今なっていて、第2、第3の岩城ってことですかまあそんな感じで、木原さんもそう言ってましたよね。言ってたけどね、うん、ハードル高いよねハードル高いです。ハードル高いし、時間もお金もかかるけど、うん、なんかその第2の、まあ、分身みたいな方をたくさん作りたいと思ってて、でそういう人がいれば、その星空文化、星空をエンタメにしてそこにお金を払うみたいな文化もきっと広まっていくし、うん、そうすればまあ星で食えてるみたいな人とかも今後増えていくんじゃないかなって、そういう未来をまあ作りたいなと思ってます。もしそれを仕事にしようとしたら、マーケティング能力なりさ、提案力っていうのが絶対必要になってくるから、そうなるとやっぱちゃんと社会経験積んでないと無理でしょ、うん、いやー本当そうで、あの結構言われたことあるんですけど、うん、星を見せれる人とかはいっぱいいるんですよ、うんうん、星を撮れる人も多分いっぱいいるし、でもあの企画ができたり、その企画者兼パフォーマーみたいな、うんうんうん、っていう人はあんまりいないから、まあ、そこができるよねっていうのはよく言われます。そうだよね、うん、自分をね何らかの形でコンテンツ化する必要ってやっぱあるんだよ、うん、そうですね、もう俺全部人生コンテンツになっちゃったけどなっちゃったけどさ、名言出ました人生コンテンツ星空案内人の講座も今高知県では2拠点今あるんですけど、おお、2拠点あるの？2拠点あって、中身は全部私なんですけど、あ、マジか、すごい、ね、絶対そこにいるんですけど、ただそのまあコロナとか、うん、まあ、いろんな事情でその主催してるところがもうこれ以上できないかもしれないみたいな、あったな、あった、うん、その話は聞いたぞ、まあ、そういうのもあって、うん、じゃあ今度はじゃあ私がそれを引き継いでやっていこうかなと思ってます。その自分の夢とも合致するし、うん、岩城の、あの代わりとなって各地にいて星を伝えてくれる人っていうのを育てたいという思いにもすごく合致しているので、今度はじゃあ自分の力でその
運営をできたらいいなっていうことがあって今準備をしているところなんですよね。受けたいんですけどなったらどこでそれ情報ゲットすればいいの？私あの公式 LINE と、うん、インスタグラム、あ、はい、そこに繋がるんですね。やるな。公式 LINE もやってんだ。公式 LINE やってます。それは空白 LINE ってこと？空白、はい、空白岩白彩香っていうのでやってます。あるんだ。あ、じゃあそれ、はい、あの貼っときますね、それも、はい、だからソムリエに興味のある方は一応その LINE を登録するなりインスタチェックするなりして。そうですね、 LINE の方が通知が来るんだよ。じゃあね、やりますみたいなのが。そうです、あのそれだけじゃなくて私があの担当してるとかあの やっているイベントの情報とか、うんうんうん、っていうのは流すようにしてるので。おー、素晴らしい、はい、もうこの業界で1年目から伝え始めてるのでもう12年ぐらい星の魅力を伝えてるんですよ、うん、実は、うんうん、長いね。だからもうその経験もあるし、経験あるね。一人で企画とか、うん、あの企画して運営して、うん、さらにパフォーマンスしてみたいな。修羅場くぐってるね。まあいろんな経験をしてもう乗り越えてきたので相談相手みたいになれたら嬉しいなと思って、うん、なるほど。これ公式 LINE は、うん、あの要登録ですね。要登録で、要登録ですね、はい、友達追加ですね。お願いします。ちょっと俺も追加しておくわ。お願いします。では、今後の抱負は。まあそうですね、星宇宙天文っていう、うん、結構ニッチなマニアックな世界の中でこれまでその魅力を伝えるっていうことをたくさんしてきたんですけども、高知という場所にいてすごく思うのがやっぱ東京とか大阪みたいな都会と比べると文化的な体験っていうのがなかなか少ないと思うんですよね、うん、でもその田舎のいいところもあるわけじゃないですか、うん、で私はそのここの土地が気に入ってるしこれから多分どんなところに行ってもその場にいながら文化的な体験っていうのをそういう機会を奪わない、むしろこっちが提供していって子どもたちがなんか心豊かに育っていく社会にしたいから、そこを噛み砕いて、うん、星宇宙っていうものを通してそういう体験をずっと提供していきたいなって思ってます。うん、でそれを素晴らしいね。そうちっちゃい時にあの体験があったから今なんか何でもできるって思えますとか、うん、そういう心的に豊かになってほしいなって思ってるので。めっちゃいいこと言ってんじゃん。ありがとうございます。そういう志ある人がこの意味止まれって感じ。そうですね、どんどん集まってください、はい、やっぱ仲間がね、コミュニティが大事だもんね。大事ですね。うん、うんうん、そうだよね。輝く大人になってそういう姿も見せたいし子供に。子供から見たら十分ママは輝いてるんじゃない今。まあたまに仕事とか一緒連れていくと、うん、あの説明を自分もしだすので。かわいいね。あれがスピカだよとか、 あれが木製の木ちゃんだよとか。あ、言ってるの。かわいいね。ママが言ってることそのまま言うようになってるんだ。そうですね、これ子供も将来有望だね、うん、なんかいい経験をさせてあげられていたらいいなって、うん、思います。あ、私の一人旅ですか。そう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 。あ、はい、覚えてます覚えてます。どこ行ったの。まあ、アジアを横断した形になったんですけど、うん、まずは東南アジア行って、はい、ラオスとかインドネシアとか、うん、タイ、カンボジア、ベトナム、その後インドに入って、うん、でインドから今度中央アジア行けるんですよ、うんうんうん、あのキルギスとか、はいはい、でキルギス、カザフスタンでまたインド戻ってきて、そこからドバイでドバイからイラン行って、うん、でイランから、ジョージアって分かります、うんうん、ジョージア分かる、はい、ジョージア行って、まあ、そこでちょっとお腹痛くなっちゃって帰ってきた。ジョージア料理に当たったってこと。いや多分ね、多分インドのガンジス川が、あーはいはいはい、多分みんなあそこでいろいろやるからね大変だっていいよね。直接的な原因で、うん、口から入れたわけじゃ全然ない。じゃあ皮膚とかなんかこうどっかから入ってってこと。数ミリリットル飲んでるかもしれないですけど。へえ、あーなんか飛沫的なやつを。いやでももう分かんないんですよ、どこでお腹痛くなったか分からないんだけど、まあ確かにあの下痢とかももちろんしたし。下痢とかももちろんしたしって面白いね、はい、あのなんかすごいガタ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 なる、うん、サスペンションのないバスとかに長時間乗って、うんまあ、お尻の方が痛くなってきたりとか。それはきついな。うんうんうん、うん、なんかいろんな旅人あるあるがあって経験してます。それ今のって何日ぐらい回ったのそれ。
何日ぐらいやってるの？総工程で、4ヶ月ぐらい。え、すげえ、マジか。そうですね。そんなに海外で転々と、うん、なんかイランがやばかったとか言ってたんですよね。いや、なんかいろんなことを経験してるんですけど、うん、語り尽くせないんですけど、まあ、強いてイランで言うなら、うん、スイーツ屋さんみたいなのが結構多くあって、うん、でなんかご飯とかも結構油っぽい感じだったりして、ご飯ネタだったな、うん、で油っぽいご飯、ものすごい色のスイーツでなんかお腹痛くなってきたなみたいなのありました、うん、そうだ、俺のモンゴルトークからそこに繋がったんだ。あ、そうだそうだ、そう、それはキルギスで、キルギスで、あのモンゴルと同じように遊牧民の方なんで、うんうんうん、の伝統料理とかも結構似通っていて、なんか馬のとか羊とかの油みたいな、うん、料理があって、うん、まあそういうのでちょっと日本食恋しくなったみたいなのがありましたね。うん、羨ましいな。だからやっぱオーストラリアとかアメリカとかってまだ整ってるじゃない。まあまあそうですね。でこの間モンゴル行って、まあ整ってないって言ったらちょっとモンゴルの方に失礼かもしれないけど、まあ後進国というかそういうところに行って、うん、やっぱ全然違ったんだよね、見えるものが。今なんかそういうの思い出して、いや岩城さん見てるものすごいなって思った今。それああいうの4ヶ月か見てんだっていう。そうですね。すごい懐深いね。いやまだ回りきれてないので道半ばなんですけど。えまた行きたいなと思ってんの？本当は1年間の予定だったんですよ。まだ1年回る予定だったの？はい。南米とかも回って帰ってこようとしてたんですよ。だからアフリカも行けてないし、ヨーロッパも行けてないし、もうなんかまだまだやれてないことたくさんあるので。じゃあ本当に世界一周したいってこと？そうですそうです。それこそ本当の抱負じゃんそれ。そうです。もうすげえ。まあそんなわけですね。いろいろ話を聞きましたが、ちょっと日が陰ってきたので。そろそろここで終わろうと思いますけど、概要欄にいろいろ貼ってあります。岩城さんの情報とか活動内容、分かるものをいっぱい貼っておきますので、そちらぜひチェックしていただければなと思います。じゃあ、よろしいですか？はい。はい、では今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。したっけー。